ごめん。あ、別に私は嫌じゃ。寒い？そうか、水着濡れたままだった。よし、とりあえず脱いで。え？濡れた水着着てたらどんどん体温下がるよ。大丈夫、ちゃんと背は向けるし、急いで火も起こす。木くずを集めて摩擦熱で。向井君のそばで裸になるなんてすごく恥ずかしいけど、向井君との二人きりの時間を何もせず。向井君、全部脱いだわ。うん。向井君への気持ちを隠してるだけの現状じゃ何も変わらない。現状を変えたい。勇気を出さなきゃ。しのさん、寒くて、ほら、くっついたら暖かいから。なるほど、確かに。向井君の体温を感じてすごくドキドキする。向井君も少しはドキドキしてるかな。この後どうしよう。そうだ、もっとくっついて。しのさん、寒さ大丈夫？向井君、私ではもうこれ以上体を張ったところで、向井君はそんなことで私を好きになったりしない。勇気出すのはもっと別の